で中古で買っても今5万ぐらいするカメラですかね、まあ、綺麗で当たり前みたいな感じ。詐欺じゃないんじゃない、あの1800、はい、こんにちは、フラッシュです。今日はね、ある方から 4K の比較動画を撮りませんかって話だったので撮ってみました。というのが、前回のご紹介したこちらでご紹介 SF530 サーフォーラさんの SF530 の 4K って言われてるけど、これインチキじゃないかっていう話がなんか話題になってるみたいね。私は 4K で撮ることほとんどないもんですから、そうやって言われてみたらちょっと比較してみようかなっていうふうに思ったんですね。で、今回比較したのはこちらの 4K、 まあ、本当にソニーが言ってるこの 4K、 こちら、はい、ソニーの 4K ねと、GoPro Hero 7で、まあ、これはどちらも 4K 撮れるんですけども、 4K の 30fps という条件付きで、それ以外にサーフォーラの今回の530と、私が普段使っているこのサーフォーラの430、この4機種の 4K 比較をしてみました。答えはありませんっていうのが、どれがいいかは買う人が決めればいいことで、であとは値段と品質のこうバランスを見ていただければということですよね。なので、まあ、今日の動画をご覧いただいて、まあ、自分の求めているものはこの程度でよければそれでいいし、風景をきれいに撮りたいみたいな、そんな方なのかどうか、ひょっとするとそんな方だとアクションカムとか GoPro なんかじゃ全然落ち着かないかもしれないですよね。なので求めるものによってね、全然違うと思うんですよ。で、まあ、ぶっちゃけですね、例えばこのソニーの FDR3000X かななんかは、これ発売当時は11万ぐらいしたんですよね。今でも中古で買っても5、6万する。で、 GoPro なんかでもやっぱり5、6万するカメラですよね。で、5万するカメラと1万円台で買えるカメラでは、まあ、違って当たり前だよね。で、 4K の品質も多分違うんでしょう。そのあたりも比較してみようと思いました。ということで行ってみます。レッツゴー。はい、実際にですね、天気が良くないんですけど、まあ、撮影してまいりました。ちょっと画面をね、パソコンの画面に移動したいと思います。はい、それではね、実際に映像を見ながらね、ちょっと比較してみましょう。これがソニーの FDR3000X の 4K ですね。まあ、やっぱりさすがソニーというだけあってですね、まあ、映像は綺麗ですよね。ちょっとこうコマが飛んでるような風にも見えますけど、これ画面がね、大きい画面で見ているので、ちょっとむしろね、見にくい感じですね。まあ、ただ色は綺麗に出てますね、さすがですね。はい、あとはまあ濃淡はどうですかね、ちょっと暗い感じがしないでもないですけど、これは露出の関係かもしれないですね。はい、こちらがサーフォーラの SF430、まあ、普段私が物撮り用に使ってるんですけども、さすがにこういう風景はちょっと苦手かな。まあ、あと手ぶれもね、それほどこう質が高くはないかもしれないですね。まあ、なんせ1万5000円のカメラですからね。はい、そしてこちらが GoPro Hero 7。どうでしょうか。まあ、さすが GoPro ですね。これも5万円するカメラですからね。まあ、それなりのクオリティでちゃんと出ていますよ。色が若干黒っぽい感じになる、濃い感じに映ってる感じはしますね。はい、これが GoPro Hero 7ですね。はい、そしてこちらがサーフォーラ SF530、 じゃあ今回話題になってるやつですね。はい、まあ、50% で見るとこの程度ということで、まあ、これもね、この程度の品質じゃないでしょうかね。 4K って言いながら若干ね、ちょっと粗い感じはしますよ。ただね、画素数っていう意味においては一緒なのね。データ量もそれほど大きく違わないので、どうなんでしょうかね。見た目どれぐらい綺麗かという感じですけども、はい、まとめてみるとこんな感じ。まあ、これは拡大率 25% ですから、相当縮めてるんですけど、まあ、実際皆さんがスマホで見るような画面はこれぐらいの感じになるわけですよね。まあ、左の2台ね、まあ、高級なカメラの方はやはりそれなりに綺麗に出てる。右はね、緑がね、ちょっと強い感じが、色がね、ちょっとどぎつい感じはしますね。はい、まあ、同じくこれは拡大率 100% なので、撮ったまんまの大きさですね。こちらがソニーのカメラ、うん、まあ、
綺麗に色の感じも出てるんじゃないでしょうかね。こちらがサーフォーラ430。やっぱりね、拡大 100% にすると粗さはどうしても出ますよね。まあお値段なりという感じですかね。はい、こちらが GoPro Hero 7。まあこれもね、やっぱりちょっと色がくすんだ感じはしますけども、まあ、それなりという5万円のカメラという感じなのかもしれないですね。まあでも十分綺麗に出てますよ。手ブレもね、しっかり補正されてると思います。こちらがね、 SF530。 さすがにね、 100% で見るとかなり粗い感じですね。粗いというかちょっとぼやけた感じ、こうシャープ感はないですね、先ほどと比べるとね。まだ430の方がシャープな感じかな。ちょっとまとめてみるとこんな感じですね。 100% だとこんな感じですね。ちょっとね、まあ、手ぶれも含めてちょっと粗さが目立つなという感じはしますね。実際に映像で使うとき、この 100% に伸ばして使うことはあまりないんですけど、ほとんど 50% で使うのがね、普通なので、まあ、あの 100% にすることはないけども、まあ、こうやって並べてみると違いが分かりますね。実際ね、この 70% ぐらいが現実的な拡大だと思います。はい、 70% これが FDR3000 ですね。あ、これが430ですか。まあ、綺麗に出てますよね。じゃあ GoPro、まあ、GoPro も綺麗に出てますよね。70% ぐらいまでの拡大でしたらね、使えないことはないな。色の出方がね、全体的に1台ずつ違いますね、色目がね。まあ、個人的にはそうだね、このソニーの色の出方が好きかな。ちょっと青っぽい感じの色がついてるのかな。鮮やかさっていう意味では430が鮮やかに、色がね、鮮やかに出ますね。はい、これも同じく 100%。うん、やっぱこれはね、ちょっとぼやけてる感じするね、530。はい、これはソニーですね、ソニー3000。この色の鮮やかさはどうでしょうかね。これ430ですね。これは結構色鮮やかですね。拡大率 70% なので、これは GoPro ですね、の 70%。こういう色を使うとね、ちょっとこうよくわかりますね、違いもね。はい、最後にね、この車で運転している様子もちょっと撮ってみました。ちょっと流れる景色の感じ、これがソニーですね。こちらが430。ちょっと動いてる映像はやっぱ苦手かもな。ちょっとくすんだ感じはするね、 GoPro はね。そして最後に SF530。 まあ、色の緑色はね、ちょっとどぎつぐらい緑色で出てるね。まあ、好みはね、いろいろ分かれるところでしょうけど、まあ、個人的にはやっぱりソニーの色の色目、あと SF530 じゃなくて430の方の色目はね、結構嫌いではないですね。はい、それでですね、ちょっとね、データ量の大きさをね、ちょっと確認してみたいと思ったんですね。ほぼ同じような10秒12秒っていう動画を比較してもデータの大きさが違うんですよね。まあ、この辺がね、解像度とは違う意味合いの画像の細かさ、粗さに出てるんじゃないかなと思うんですね。この車で走ってるシーン、例えば530だと198メガ、430だと
254メガ42秒ですね。同じ42秒で、ソニーの場合だと同じ42秒で296メガですからね。これと比較するとやっぱ違うんですよね。100メガぐらい違うですね。 GoPro に至っては303メガ同じ42秒でも、それだけそのデータ量が違うので、430と530っていうのはクイックタイムっていうデータ、モブファイルってやつですね。ソニーと GoPro は MP4 で書き出されているので、まあ、あのデータ形式が違うので、もちろん、まあ、直接的な比較はしにくいんですけども、まあ、単純にそういったのデータ量が相当違うという点があります。この点が多分解像度の粗さというかな、まあ、見た目の粗さに違いが出てるんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、ということでいかがだったでしょうかね。まあね、まあ、さっきも言ったけど、まあ、お値段なりといえばそれまでなんですよね。で、なんかね、嘘だとか詐欺だとかいう話もあるみたいなんだけど、詐欺じゃないんじゃない？あの3840×2160 の映像が撮れてるから、まあこれはなんか間引きしてるかどうか分かんないけど、 4K は 4K なんだろうね。うん、まあ綺麗か汚いかっていう話はありましたよ。綺麗か汚いかっていうことはあったけど、解像度に関しては、解像度というか、まあ構成されてるピクセルのサイズは確かに 4K だと。どの機種も 4K だったので、まあいいかもしれないけど、やっぱり綺麗汚いは機種によって下がりますね。まあ結論から言うと、高いものは綺麗、ね、安いものは粗いという、そういう答えだと思います。なので、まあ自分が求めるものが何なのかによってカメラを使い分ければいいかと思います。まあ近頃では iPhone の方が十分綺麗だとかね、いうことで、私の知ってる人なんかも iPhone で十分だよっていうことで、iPhone だけで YouTube 上げている方もいらっしゃいますけど、まあ私も個人的には iPhone で十分だと思います。まあ、iPhone もね、あれだけ高いんだから綺麗に撮れたら当たり前っていう感じですよね。ということですよ、つまり。高いものは綺麗に撮れるというふうに考えれば、ね、綺麗なものが欲しかったらお金を出せばいいということだと思います。ということで、私の結論としてはそんなこと、高いものは綺麗、安いものは粗いということでね、結論にしたいと思います。ということで、今日の動画はですね、 4K の比較動画になりました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立ちそうなね、こういったカメラの情報なんかも、まあ、素人ながらねお伝えしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ようこそ、さようなら。まああんまりさ、こんなの目くじら立てる必要ないって。そのたかだか1万いくらのカメラでしょ。だからそこにさ、こうそこまで噛みつく必要ないと思うんだけどね。うん、さよなら。